どうも皆さんこんにちは。今回は、生声チャンネルでやってるロボトミー。これをゆっくりでもやってみようかなと。13日目、生声見てる人には何の日かわかるな。それじゃあとりあえず、やっていこうか。ロボトミーコーポレーション、アブノーマリティって呼ばれる異常な生物、物品を保管して管理していくゲームにょんね。アブノーマリティは最初、情報がわからなくて、作業をして PE ボックスってのを集めていくことで、管理方法とかの情報が分かっていく。職員を雇用したり、職員のスキルってのもあって、それによって色々起きるやつもいるな。スキルが〇〇以上じゃないと即死したり、正直色々と面倒なんだぜ。最初はこんな感じで、ちょっとした紹介文とともに3つ箱が出てくる。その中から選んだアブノーマリティが出てくる感じだな。今回私は、これを選んだ。魔法少女って一文で選んだだろ。魔法少女イコール全員可愛いだから、これそういうゲームじゃねえから。装備とかもいじるんだけど、今回は割愛してスタート。細かく色々気になる方は生声の方見てくれだぜ。そしてまあ普通に魔法少女がいるわね。どう見ても魔法少女だな。最初、作業が4種類あって、そこを選ぶのが超重要。それによって PE ボックスの量、敵からどれだけダメージを受けるか、さらには選択肢次第では即死したり、基本的には即死しまくるわね。儚い命なんだぜ。防具とか、装備の相性もあるんだけど、まあとりあえず、アリサに愛着作業。作業も職員を操作してやってもらう感じ。自分が傷つかないから何やっても OK。よく言うよだこたって職員死んだ時割と来てたくせに。動画班には何やってもなんとも思わないんだけどね。頼むから逆であってくれ。ただ結構直感で選んだ愛着の作業。相性いいらしい。結構進んでるね。左のゲージ、緑が多いほど作業結果がいい感じだな。今回はかなりの大成功だ。唐突なサービスシーン。こういうのが一番回数出るからな。適当な口が一番強いのが両つべ。不正まみれ。ビッグモーターみたいだな。あと左上になんかパーセント出てきたけど、これはクリフォとカフカってやつね。こいつの作業成功率が下がるのが今だぜ。あんまこれ出てるとき、作業しない方がいいかも。そしたらとりあえず、PE ボックス使って、こいつの情報を開示していこうか。作業は愛着が相性良さそうだった。管理方法、この辺り開けていくか。最初が、作業結果が悪いとカウンターが下がる。2個目も、職員が3人死なないとカウンターが下がる。クリフォとカウンターってのはアブノーマリティごとにある数値で、それが0になると、脱走するんだぜ。魔法少女ちゃん脱走するじゃん。魔法少女ちゃんは脱走しちゃうのかな。おじさん管理人出てくるな。クリフォとカフカで、作業成功率下がってるし、一旦放置して、後で作業しようかな。それで一定回数作業をしたことで、クリフォと暴走ってイベントが起きたが、なんか唐突に闇モード入っちゃった。おじさんに絡まれたのがショックだったんだろ。今のインターネットなんて、こういう気象目の分を食ってくる人大量でしょ。どしたん、話聞こか。とりあえずクリフォと暴走で赤くなったら、そのアブノーマリティに作業が必須。闇状態だが、作業してみた。結果は普通ぐらいだな。なんだ。なんか、いやそれはどういうこと。何かしらが起き始めたけどこれは、待ってやばい脱走しだしたらしいんだけど、わけもわからず、魔法少女脱走。脱走したって、魔法少女さんですよね。ドラゴンみたいなの現れてるけど、ガチで何もわからないんだけど、とりあえず、管理方法開けてみる。管理方法の4と5、これは、4は味方になってくれる的な情報。5はさっきの闇形態についての説明だな。ヒステリック状態っていうらしいわね。武人ソードって名前ではないのね。姉が死んだわけではないし大丈夫そうだぜ。一応出てきたやつは、制圧ができる。ただとりあえず最初はちょっと様子見かな。なんか、力を集め始めたが、これは、どういうパターンなんだらー。壁貫通横方向超強力レーザー。あの魔法少女の見た目からは想像のつかないえげつない攻撃方法。直撃した職員がほとんど全滅。お前そんなにエグいやつなの。想像を絶するとんでも火力。いや待って、あの見た目でこのエグさは想像つかないよ。逆にこういうゲームあるある。見た目いいキャラほどエグい。そういうパターンの感じね。ここまでエグいのはマジで初めて。脱走した経緯も謎だし、なぜか脱走されて、気づいたら壊滅してる。さすがにこのまま放ってはおけない。ちょっと攻撃して、一矢報いたいんだけど、近くにいた職員たちに戦ってもらってるが、こっちの攻撃、聞いてるか。敵の HP バーが1ミリも減ってない気が。いやこれ、現状脱走された時点で積んでる。今の私たちじゃ対処しきれない説あるな。とりあえず一旦、他の職員を逃げさせる。いやマジでこれどうすればいいの。対処のしようがない気がするぜ。マジでこれこのままじゃ、職員全滅。仮面ライダーフォーゼのタイトルなんですって。ちょうどここの編集の時にアンウェルカムスクール流れてた。おかげで全滅がコメディに見える。いや笑いをじゃないんだけど。そしたら今日を再挑戦、時を戻してなんとか対処だな。っってことで時間を過去に戻した。最初に魔法少女に作業をしてる場面。おじさん構文で話してる場合じゃなかったな。見た目は可愛いとか思ってたけど、もはや可愛く見えなくなったわ。さっきのあれを、見ちまうとな。さっきはクリフォとカフカにビビって、作業ためらった。今回は、こいつに作業をしまくって、さっき開けられなかった管理方法を開ける。ワンチャンそこに、魔法少女の対処が書いてある説、なかったらマジでどうしようもないな。このままだと割とマジで積んでる。それで管理方法を開けてみたら、どうやらさっきのヒステリック状態の時に、作業を成功させれば、脱走しないっぽい。脱走後の特殊な管理方法とかはなかった。脱走されたら実質終わりだな。絶対に作業を成功させないとやばい。作業を成功しなきゃ、ノルマ達成しなきゃ。ビッグモーターの職員かな？作業好感度、どの作業が効率いいかは予想通りかな。愛着の作業が一番いいが、時勢ってスキルが5だった場合だな。職員の能力値的なやつで、作業してれば上がるんだけど、今の私の最大が、時勢4。ギリ最高成功率にいかないんだよね。そしてまたクリフォと暴走、ヒステリック状態。ここで作業を失敗したら一巻の終わり。失敗したらどうなるか、わかってるよな。完全にパワハラですね。パワハラというか、実際失敗したらやばいからね。圧をかけてるというより、事実だな。この作業が成功すれば、脱走しない。頼む。成功してくれ。失敗した場合時が巻き戻るだけだがな。全滅確定コースだからね。でもこれは、成功しそう？左上の数字が16になれば成功。これで、ヒステリック状態を、抑えられたな。いや本当に怖すぎる。ちょっとでも失敗したらそれで終わるからな。それで作業を進めてたら、またクリフォと暴走、というか、黎明の試練、敵が出てくるイベント的な。赤の黎明は小さなピエロが出てきて、そいつらがアブノーマリティを脱走させようとする。結構急いで対応しないといけないんだけど、対応がちょっと遅れて、知恵を欲するカカシ、イスズ大地が脱走しだした。知恵の木の管理をするジャマトのアブノーマリティ。それなりに強くて、厄介なんだけど、待ってそれ以上に魔法少女の様子がやばい。やばいどころか、脱走確定だろこれ。一旦職員を、全員退避させようか。ということで、作業を無事失敗しました。一応、左上の210ってゲージが、マックスなら、今日の業務を終わらせることができる。だがアブノーマリティ脱走中にやると、ロブポイントっていうのが減らされるが、でもこれ選択口が他にあると思う？魔法少女脱走の時点でまあだいぶきつい。とりあえず一旦、職員を全員動かして、ある程度退避させ、たいんだけど、一番職員が固まってる場所にあいつ来たぞ。ここで左にレーザー出されたら終わる。とりあえず試練を終わらせたことで、13日目を、業務終了できるようになる。もうこれ終わらせちゃった方がいいよね。それ以外の対処方法が思いつかないな。一応今日1日、作業をしてた職員がいて、それが次の日に、時勢が5になるはず。時勢が5にレベル上がったら、魔法少女まだ抑えやすくなる気もするが、だとしてもだいぶ綱渡りではあるけどね。この日日までやってきていたが、ここまでやばいやつはなんだかんだ初だな。もっとやばいやつも色々いるっぽいけど、一応、チェックポイントまで戻るってのがあって、それ使うと1日目までに戻れる。魔法少女。というかドラゴン、あいつがビーム溜め始める動き始めた。もう知らん今日はここで終わろう。さすがにこれ以上はきつそうだぜ。アリサって職員が、時勢5になった。次からは、抑えやすくなるはず。果たして今後、本当に抑えやすくなるのか？その答えは生声チャンネルのみぞ知る。とりあえずデイ13の終わりとともに、この動画も、この辺で終わろうか。13にふさわしいヤバいやつが来たぜ。基本ロボトミー、生声チャンネルで上げてるから、気になる人は、そっちも見てほしい。そしたら今回はこの辺りで、人は見た目だけでは判断できないうちに怪物を秘めてるかもな。Maybe it's inside of me。それではご視聴ありがとうございました。